コーンウォールエアアンビランスのヘリコプターコーンウォール救急航空機はコーンウォールとシリー諸島にヘリコプターで救急医療サービスを提供する事前団体である。またヘリコプターが飛行できない場合に対応する救急車も2台用意されている。年間約1100件の救急活動に参加しており2018年12月現在ヘリコプターは28000回以上の飛行をしている。 1987年4月1日、コーンウォールの航空救急は英国で運用された最初の専用ヘリコプター救急医療サービスである。ヘリコプターは主に軍の救命救急チームを通じて HEMS を提供する。これにより、最も重篤な病気や負傷者への迅速な対応が可能になり、道路からアクセスが困難なビーチ、崖の頂上、荒れ地など、 孤立した場所へのアクセスが可能になる。旧コーンウォール救急機母105最初のヘリコプターは MBB 母105でしたが2001年まで使用されていた少し大きい母105に置き換えられ、その後より高性能なユーロコプター EC135 に交換された。旧コーンウォール救急機 GKRNWA ユーロコプター EC135EC135 EC は 世界中の多くの場所で救急機として広く使用されています。スムーズな飛行を確保するために4つのローターブレードがあり、特に頭や脊髄の怪我に苦しむ患者にとって有益であることが証明されました。ツインタービンエンジンは時速260マイルの巡航速度で飛行し、スキット着陸装置はあらゆるタイプの地形にも対応可能です。そのコンパクトなサイズにより、 限られたスペースに着陸することができ、二人のストレッチャー患者を運ぶ余地がありました。最前線の救急機にあるすべての機器に加え、その他にも特別な装備が含まれています。GC OZ コーンウォール救急機の MD-900 に2014年後半に航空機プロバイダーはボンドヘリコプターからヘリコプターを所有、運用、保守を行う。 スペシャリスト航空サービスに変更された。変更に伴いヘリコプターも変更され、サービスは、ノーター設計の MD エクスプローラー MD900 に、を運用しました。契約の一環として、サービスには2機のヘリコプターがありました。両方の MD900 にヘリコプターは、夜間での h m s 操作が可能です。2015年、ヘリコプターは1日12時間利用可能になり、 コーンウォールの航空救急サービスとしては初めてでした。冬の間はパイロットのヘルメットに取り付けられた特殊なナイトビジョンゴーグルで夜間でもヘリコプターを飛行させることができます。2020年4月1日の時点でコーンウォール救急機は現在単一のレオナルド・オータム・ウィンター169を運用しています。両方の MD-902 エクスプローラー航空機に取って代わります。 オータムウィンター169は、事前団体が所有し、SAS が運営及び保守をしています。新しいヘリコプターを選択する理由には、燃料搭載量が2倍になりミッション間の燃料補給が減り、巡航速度が速くなり、より多くの医薬品を運ぶことができることが含まれる。ありがとうございます。